こんにちは、速稼塾の久保です。すっかり白髪が増えてきましたね。今日はね、上国寺さんに来ているんですよ。上国寺ってのは実はね、室町幕府15代将軍足利義昭公が織田信長に追われて、この鞆の浦でね、院政を引いていたと。つまり政治権力をなんとかね取り戻そうと室町幕府を守るためにやっていたんですけども、残念ながらここで没したということなんですよね。で、今日はね、その桜祭りということで足利義昭公のゆかりの品がちょっと見れるということで、13時半から2時間ほどなんか全行程をねガイドさんにご案内いただくというね、なんかねすごいですね。この地元に住んでいてもまさかね、征夷大将軍の慣れの果てがここで見れるとは思わなかったですね。じゃあ行ってみましょうか。